こんばんは、カープ肩入れニュースの時間です。オリックス初戦の先発は野村。初回、初球を叩かれ、いきなり先頭打者ホームランを浴び先制を許す。しかしその後はコーナーを丁寧に突く野村らしいピッチングで6回を投げ、5安打1失点と試合をまとめた。前回前々回の登板では3回り目となる打線につかまり失点を喫したが、今日は鬼門の5回6回をゼロで乗り切った。一方、打つ方は羽月がタイムリーを含むマルチヒットをマーク、フォアボールも選び存在感を示した。現時点での出塁率は4割3分9厘と高アベレージをマーク。追い込まれるまでは甘い球を、追い込まれれば臭い球をカットしフォアボールで出塁という、打席内でのアプローチの良さが光る。試合は打線が2桁となる10安打を放ち4得点を挙げると、野村の後を継いだリリーフ陣がこのリードをパーフェクトリレーで守り抜き、4対1でオリックスを下した。第2戦、先発の中村が6回を投げ4安打1失点の好投を披露した。持ち味であるキレのあるストレートで各打者を押し込み、4回のワンアウト3塁の場面では緩急を使い連続三振でピンチを切り抜けた。するとバッテリーを組んだ二股が中村の好投に応えた。7回ヒットの韮澤を置いてインコースのストレートを豪快に振り抜いた。20試合ぶりとなる一発は値千金の逆転ツーランとなった。中村に勝ち星こそつかなかったが、チームに1ヶ月半ぶりの連勝をもたらした。攻守にわたり勝利に貢献した二股は、もっとサイン交換がうまくいくよう投手とコミュニケーションを取っていきたいと反省も忘れなかった。前回の登板で9四球と大乱調だったネバラスカスが再起を喫して先発のマウンドに登った。しかし今日も制球が乱れ、5回のうち4度先頭にフォアボールを許した。結局ネバラスカスは5回を投げ7安打5四球5失点と、またしてもベンチの期待を裏切った。ただ前回の登板で3盗塁を許す原因となっていたクイックについて、今日の登板では足の上げ幅を小さくするなど改善の兆しが見て取れた。試合は2回にメヒアのソロ、5回に堂林のタイムリーで2点を挙げたが、ネバラスカスの失点が最後まで重くのしかかり2対5でオリックスに敗れた。本日の動画が良ければ評価を、チャンネル登録がまだお済みでない方は登録をよろしくお願いいたします。